西高生通り、西高生通りとは、愛知県岡崎市、高生通り西一丁目の町を東西に通る道路の通称名である。岡崎市内で国道1号の岡崎公園前交差点により、分岐する岡崎市道天間町線の一部で、天間町線の起点側に位置する。中心市街地を南北に通る本町通りの高生、北交差点を境に、西は西高生通り、 東は、東ずま生通りという道路の通称名が付けられている。西高生通りは、戦後、岡崎の商業活動の中心街の一角を成し、発展していった。通り沿いには商店が立ち並び賑わいを見せた。その後、1971年には松坂屋岡崎店、1977年には岡崎市備湖などの大型商業施設がオープン。 これらの大型商業施設を中心として、その集客により通り沿いの商店街も活気を帯びた。西高生通りの東端にあるサウンド引退修道には音楽好きな若者が集まった。しかし、1990年代後半頃にはすでに目に見えて客足は少なくなっていた。1998年には、シビコの中核的なテナントだったジャスコが撤退し、その南側にあった。 タツキビルも2003年に閉鎖され、2006年には解体された。松坂屋も2010年1月31日に閉店した。これら商業施設の相次ぐ撤退の後に、次々と高層マンションが建設され、西高生通りの都市景観は大きく変わっていった。百九十三年四月には国道一号と岡崎市道天馬町線の交差点東角に、 石像のモニュメント展開する立方体が設置された。高さ1.2メートル、幅1.6メートルであり、岡崎の見陰石製である。石堀家の富田誠ダイヤーがデザインし、岡崎石製品共同組合連合会が制作した。ありがとうございます。